伝達速トレーニング第10回目参加者の皆様、本当にありがとうございました。今回改めて感じたのはですね、やっぱ自分が抱えてる課題、その問題を発信するっていう、この整理する時間がですね、おそらく自分の中にも答えができつつ、かつ周りの方にそれを分かりやすく伝えることによって、問題解決のこの緩くなるというか、入り口に立つんだなと思いました。自分がしっかり明確に認識しない限り、おそらく相手のフィードバックも身に入らないと思うんですよね。まず自分がしっかりその問題を認識すること、そしてそれを発信することによって相手の情報も整理されて入ってくる、受ける受信する側の整理整頓にもなるということを今日気づかせてもらいました。私も今日参加者の皆さんの課題を聞いてて、そしてフィードバックを聞いて解決策が出て喜んでるその発表者の姿を見て、とても参考になりました。やっぱりこの自社開催って本当素晴らしいなって、まあ第11回目も12回目もですね、毎月1回これを繰り返していけば必ず力がつく、成長できるっていうのを感じました。毎回毎回レベル上げていきます。新しい方が来てもどんどんまた参加したいって言えるような会にしていって、たくさんの方にこの幸せな人間関係を築く、構築する技術、目標達成の技術を共に学び取り続けたい、そう思っています。来月も行います。伝達力トレーニング第11回目、またぜひお越しください。今日は本当にありがとうございました。